じゃあプロフィールはおよいまた紹介したいと思います。さあというわけで、スイスラウンド、3位突破ですね、オーカイトさんと、6位突破ゆくひろけんさんの、ま、試合が始まりましたと。先手の王さんのデッキはですね、篠影ですね、うん、5色デスシャドウと、トラバースが入ったタイプのシャドウ、はい、まあ、プロツアーでも活躍、チョッペイと一緒に残られたデッキですね。ゆくしゃゆくろけんさんはそのプロツアーでトップ4の残られたフォロー1をマジックザギャザリング2と噂の、いや、かなりもう痛感出てません。早速お、アンタップインして、アンタップインしてということは、あれタップインですかね。あ、タップイン、あ、これ何もないです。2ターン目何もせずに、はい、そうか。さあゲームはですね、ちょっとゆっくり進んでいて、王さんは2ターン目にアクションをせず、てか1ターン目もアクションないんで、まあ、2ターン目までアクションないとですけど、シャドウにしてはちょっと珍しい、ハンデスぐらいはあって言えばそうですけど、ちょ、何も現状ないです、ね、何もない。さあ後手のゆくひろさんはまずは通りの悪霊をサイクリングして、これでフォロー1が3マナになりました。3マナと、でもまだ3マナっすかね、まだ3マナ。さあ2ターン目パスと、このお互い動きのない2ターン、番号あるから、番号はありますが、まずそこまで無理しない、あ、でもあの3つ対象、2つ捨てられないんで、3つ対象とないと捨てられないから、そうですね、ハンドも捨てたいカードで溢れてますね、氷結鬼、氷結鬼フェニックスと、お互い動きが鈍い。さあ、お、3ターン目もパスと、プリンズウォーカーもいないんですか。プリンズウォーカー、あ、いや何もないですね、パーマネントがない、パーマネントがない。さあゆくひろ選手はちょっとカウンターが多めに見えますね、頑固な否認があって、あ、そっか、燃え立つとかをカウンターしてそこからみたいな、まあ、相手を知っているからこそそういった動きに合わせていると、ね、まあ、除去も見えているんで、一応初動をさばけることっていうのは考えているでしょうか。そうですね。さあゆくひろ選手としてはそろそろ動きたいんですが、番号の対象が番号の対象がないですね。フェニックスがいますけど3枚目の土地がない。あ、これは、あ、通常ドロー、ナチュラルディスカードです、ナチュラルディスカードです。そう、マジックは8枚あると1枚捨てられるっていうちょっと悪いことが起きるんですけど、それを逆手にとって捨てると、この強血鬼も土地引かないと出ないですね。そうですね。さあちょっと力高い攻め手を書いた状況で、このま、お、やっと攻め手を引きましたけど、攻め手を引いたとはいえ、ちょっとこれもディスカードした方がいい可能性ちょっとありますかね。ハンドは強血鬼、強血鬼、強血鬼、遠赤のフェニックスといったあたりでしょうか。そうですね、捨てたいですね、ゆくひろ選手としては。あ、遠赤を捨てると、遠赤を捨てると、まあ、一応次のターンからフォロワン、うつろなものをプレイした時に帰ってきたりとか、いろいろいいことはあるんですが、今はゆくひろさんのターンで何するか考えてるって感じ。ターン終了時ですかね。ターン終了時、あ、ターン終了時にフェッチ切って、このディスカードしたいんだけどいいかっていうところで、今ところで王さんが、王さんが考えているという状況ですかね。やっぱり1マナ1に、何でしたっけ、達人は除去の的だから、はい、プレイせずに。ちなみに死の影デッキは渡辺さん使用したことはありますか。ないです、ね、あ、ないですか。ちょっとちょっと難しいビートランデッキに見えるんですが、ずっと動きはないのでかなり、さあいやー、ちょっとお互いもどかしいですね。ガンピしかないですね。すごいですね、このドローセット5 このマッチアップでこの展開っていうのは続いてますね。あ、でもヘッド地引きましたね。強血鬼が出ますね。これ動き出しますね。これはさあ一気に2枚が倍出て、遠赤何するかな。あ、番号、あ、番号で3枚捨て、どうでしょうか、2枚捨てて行くんですかね。ここ2枚捨ててフォロワン出すか。あ、ちょっとこっちに、まあ、どこまで行くんでしょうか。まあ、自分の強血鬼1回殺しても痛くはないん で、 なるほど。でそれで2枚捨てたからフォロワンが1マナになるんで出してっていうことでしょうね。なるほど、一気にここでフォロワンまで出していくと、はい、そうですね、強血鬼はもう死んでも全く問題ないんで、はいはい、すぐにまた捨ててしまうと。あてがまたヘッチですが、あれ、これをガンピするか、ガンピしても意味ないか。なるほど、意味ないですね捨てることが重要ですから呪文本体に意味がない。はい、特に死の影デッキは番号の2点はほとんど刺さらないですよ ね、 そうですね、マイナスにはほとんど対象がないていうか嬉しいぐらい、嬉しいですね。さあでもこうなっちゃうとフォロワン出ると除去れるカードがなさそうですね、これはい、死の影デッキは確かにプッシュしかないから、うん、ディスメンバー引いてないとちょっと、はい、リストがそんな感じで、お確認いただいて、そして手札こうやって見る と、 ちょっと除去だらけな
感じになってしまっていますね。でもフォロー1には当たらない。はい、すごいですねフォロー1。除去耐性があるとやっぱり5マナでタフネスが4以上っていうのはそれだけでモダンでは除去耐性ですね、うん。まあ、稲妻も効かずに水尾も効かないと。王さんのリストだとディスメンバー1枚ですね。そのフォロー1を除去できる、フォロー1を触る、器物触れるカードはリリアナはちょっと脇に吸血鬼がいるん で、 そうです、ね、無理しないとちょっと除去でいい。さあ頑固な否認で頑固な否認打ち消しに行きましたが、これを払うのかな、払うかどうかで今行く票さんは払わない方が良さそうに素人目には見えますね。どうだろうというところ。あ、2枚目を合わせていきましたね。まあ、これで無事に2枚目カウンターされて、あ、まあなんか手札になんか見られたくないカードがあった、あるんでしょうか。まあ、それともその妨害手段をがないこともそもそも見られたくないのかもしれないですね。あ、手札を見られたくない、はい、もうこの手札だったら相手弱いから突っ張ろうっていうのをゆくひろさんができにくいようにするみたいな。なるほど、これでフォローワンですね。これでフォローワンと。あ、アンコもあるの。アンコなんだ。ただ黒マナがないからアンコは多分出そうにないですね。フォロワンが2枚捨てたから1マナ、これでもうさあこれでちょっと盤石に見えますが、ね、だいぶゆきひろさんが有利ですね見た感じですと。ただ死の影デッキはやっぱりそのデッキ目にもなっているこの死の影を引くことでかなり状況は変わっていきますかね。一気に変わりますね、うん、死の影引けないと。でもここで死の影出すには12まで落とさないといけない。じゃフェッチランドがあるんで12にはなりそうなんですが、12にはなるか。ただ11で出してもちょっと寒いというか寂しいですよね。11で出してフォロー1ブロックして、うん、あのダメージが通るから。あ、なるほど、強化するダメージが通ることでその大きくなるから。あ、引きましたね。おお、死の影ですか、ね、ちょっとこれはゲームがやっと動きそうですね。死の影出せば、まあ、フェッチして死の影出して、はい、ライフレースちょっと難しいんでこれ11ぐらいでも11で出すとちょっとまた状況が怖い、うんうん、あ、2枚フェッチアンドがあるんで一応4-4まではいけると。4-4まではいける。で相手が動かなければ11のままでもいい、はいはいはい、分かんないですねちょっと。なるほど、難しいんでこれ。まあ、手札には、春宵の魔導士、致命的な人押し水尾と持っているので、あ、結構、まあ、攻め手をさばけそうではあると。死の影は まず間違いなく生き残ります。はい、さあ今度はただフェニックスがいるんで出てくる。凶結鬼もこの速攻能力が地味に効いてきますね。いや、これはでかいですね、でかいですね。さあちょっと分かんないなこれ。難しいマジックになっちゃったんで一気に難しくなってきました、ね。はい、このモダン、さっきまではお互いに静かに土地を並べ合っただけなのに途端にこんなすごい場になってきました、ね。まあ、お互い攻めるデッキですか。さあそして燃え出す調査と、これなんか反動あれですから、もしかしたら死の影2号機とか引くかもしれないですね。あ、なるほど、燃え出すで。ただこれを打ち消すかどうか悩んでますね。あ、どうだろうな、ちょっと難しいですねこれ。これ使ってしまうとその攻撃された時のコンバットトリックとして春宵魔者使えないのはちょっと気になるというか。そうですね、春宵がを使うかどうかって感じですよ。はい、さあ春宵を使うかですが、これ手札結構良くなる可能性もありますね。現状の手札よりも良くなる可能性が、はい、ちょっと致命的な一押しがあまりにこの状況で弱いっていう。あまりにも弱いんで。さあかなり考えていますが、本来はこういうところにこの燃え立つ調査やゴブリンの知識を打ち消すことで、まあ、その 王さんとしては展開していきたかったんですが、ゲーム展開としては。だけどゆきひろさんの手札がちょっと強血鬼ですかあれ。予想外の手札だったんで、ね、噛み合わず、はい、こういう感じのちぐはぐというか、まあ、よくわからないゲームになっちゃう。さあこの燃え出す調査に対して打ち消すかどうかかなり悩ましいと。ただ打ち消しそうな、うん、春宵出しそうですね、はい、今な春宵出すかなって言ったやつに。なるほど、春宵出してプッシュはいらないんで燃え出すで捨てても嬉しいカードとしてプッシュは残すか。なるほどなるほど。あ、でもプッシュ打つのかな。まあ、あの達人に打つんですかね。達人に 打ちましたね。春宵出してプラッシュバックつけてかな、わかんないですね。致命的な一押しにつけておいて、つけておいてみたいな。後の手札はその燃えた調査に任せると、はい、でまあ氷結鬼も一応一回しのげる。はいはい、あ、わかんない、難しいですね。難しいですね。僕が知ってるモダンじゃないですね。僕が知ってるモダンはもうサイクリングサイクリングみたいな。あ、してるせいです。感じなんで。オーラつけるのも結構ご存知です。オーラつけるのもご存知ですよね。もう
簡単なね。さあ、終始申しですね。ティムールの激闘を引けばもうシャドウ側としてはめっちゃ嬉しいですけどね、はい、ただあまりデッキにそんなにたくさん入ってないのがティムールの激闘なんですが、1枚王さんのリストをそ 2枚ですね。燃えたせで引くかもしれないですね。なるほど。しかも落ちたら瞬所申し引けばもしかしたらフラッシュバックつくかもしれないです ね。さあというわけで始まるんでしょうか。燃えたし調査が始まりました、ね、始まりますね。調査始まりましたね。さ あれまだちょっと考えます。ただもう致命的な一押しをフラッシュバックをつけたのは間違いなさそうに見えますが、そこまでは行って、あ、その上でさらに、うん、まあ、アンクションがあるかどうかですかね。残りの手札が確かプッシュと水火なんで、はい、プッシュ、あれ何を考えてるんでしょうね。解決前にただプッシュを打ってしまうと、実は今この時点ですでにもうライフが10なんで速攻がついてるんですよ ね。 そうですね。もう強血気が今打つとセットランドで戻ってきてしまうので実質全く効果がないという形になってしまう。あ、ゆきひろさんが悩んでたディスメンバー引きましたね。なるほど。さあこのディセンバーがどうなんだ。もし落ちたらちょっと大変なことになりますね。このディスメンバーが唯一うつわなものを熟れるカードなんですが、まあ4点払うのが厳しいなら次のターンまで待って3マナ払うでもいいですし、はい、さあなかなか強血鬼だけだとフェニックスも出ないんで逆転になるかも。なるほど。適当にこっそりお互い。なるほど。さあ追尾とプッシュとハギ取りが落ちましたね。だディスメンバーは残りましたね。一方ゆくひろさんは先ほど持っていた稲妻が落ちてしまったということで、本当わかんないなこれ全然。全くわかんないですね。全くわからないです、ね、早いですねこの手札シャッフルは。むしろディスメンバー施設団があるってよくわかりましたね。僕全く今見てもわかんないですね。施設団があるか、やっぱり持ってますね施設団。あ、違うわ。プッシュを当てて、あのプッシュを当てて、復活したやつに当てて、で、ブロック、ブロックで2点取って8。で、シャドウが5-5ですかね。ゆくひろさんはやはりその、返しの攻撃を警戒して、でフォロワーを立たせた。でも立たせたと、これディスメンバー持ってるんで、なるほど。まあ、フォロワーは間違いなく除去られると思います。そうすると8になってライフが、4点食らうと、4になるわけですが。4まではいける。でもまあ、それだとは強血鬼で死んじゃうんで、はい、多分あの4ペイで打つってことはない、はいはい、さあとはいえもうとりあえず打つなものを倒さないとフェニックスが帰ってきて死んでしまうので、おでかいですねこれは。タルモゴイフですか。タルモゴイフモダンで最近また見かけになったカードといってもちょっと前まであんまり見なかったですよね。そうですね、プッシュで死んじゃうのがはい、まあ、姿勢性的にも特にもそうですね、タルモゴフはいいと、やっぱりこうやって殴れないかなこれ、どうでしょうか。どうでしょうね。4点一応殴ると5点入って12で、はい、次のターン強血鬼が2体取って4になって4になるとパワーがさらに上がるので、で次のタルモド&シャドウアタックで倒せそうな気もしますね、はい。タルモが今インスタント多分タルモのサイズはすごいことになってるんじゃないですかね。インスタントアーティファクトが押してるんで、アーティファクトしてる5-6ですかね。あ、今これフォロワンはなるほど、このアンコウによって、あ、フェニックス、こっちからフェニックスが帰ってきてライフが消せていると。そうですね、多分ライフが実はこれ8じゃなくて6だったんでしょうかね。あ、6点だから、なるほど、全部のアタックでもちょっと足らないということで、とさあゲームワンはゆくひろさんがちょっとゲーム展開としてはかなり意外というか、うん、セット後が続く展開だったんですけども、そうですね、変わったゲームでしたね。はい、渡辺さんちょっと目がいいんじゃないですかやっぱり。いやいやいや、かなり先ほどのあのあれシズシスありますよってシズシ切断も僕の目には全く映らなかったんですけど。ありがとうございます。なかなかマジックには役に立たないいや役に立たないこともないと思いますけどね。おフェイズゼロで力戦がさあ力戦が登場しましたと。そして沼からコジェコ審問でハンドはなとこのロア一択ですかね。稲妻残ってますねサイドボード。稲妻残ってるんですね。残ってますね。もしかしたらあまりサイドボードをたくさんされなかった可能性ありますね。大物狙いはさすがに入れると思うか、もしくは燃えたす調査をもしかしたら入れてない可能性ありますかね。その墓地利用されたくないっていうのもあって、あ、そうですね、相手を助けちゃう、うんうん、どうせ捨てられるから、はい、みたいな。さあというわけで1番目はコジェンコ審問で5秒の知識を抜き出したと。シャドウあるかな、グラッチですね。さあ2ターン目ですが、
グラシャドウあったらフェッチから起動しそうな気がしますけどね。そうですね、シャドウないでウルベマルド横断もあるんでちょっと厳しそうですね。横断から始めるパターンだったと。うん、王さん厳しいですね。これ厳しいと。さあ、ゆくよさん2ターン目強血鬼と、まあ、もう死んでも関係ないクイーチャーですね。でもどうでもいい、もう何度でも復活しますから。さあ、イニシエの遺恨ですが、なんとこの何もできないすごいですね、 沼とあのランドワンで現状まだ打つ気はあんまないと。シャドウ引きたいって感じでしょうね、王さんからすると。はい、イニシエの遺恨もまたうつろなものを倒すためには必要なんですけど、それ以外でとにかく腐りますよね。うつろなものがあのメイン戦だとディスメンバー以外システムさん以外でちょくれないから、はい、グラッチサイドインだけど出てこなかったら出てこないと何の意味もない。これ結構このフォローワンデッキの強みというか、そうです、ね、いい部分でありますよね。そのメタル先をばらけさせて相手に噛み合わないとダメって状況にさせる、墓地対策も効きづらいと。効きづらい、はい、さあこれはもう除去が何があるかな。これイナズティムの激闘が激闘2枚ありません。2枚とも激闘に見えるんですけどね。ぽいかもしんない。あ、さあ、グラッチと激闘。グラッチと激闘ですかね。と、王団とプッシュですね、おそらく。さあ、そんな王さんのライフをとにかく、この、強血鬼、達人で削っていくと。ああ、もう、シャドウは1対1繰り返すデッキなんで、はい、ちょっとこの、不死の軍団にも攻められると厳しいですね。うん、ただ、ティムモン激闘があるということは、死の影を引けば一応は、あると。死の影をとにかく引けば、なんとかある。はい、今日引かないともう厳しい。手札に稲妻が2枚見えてますからね、すでに。ああ、6677で出さないと除けられてしまう、はい、さあ絶望的に見えますね、素人目ですけど。さあいかがでしょうか。もう手札に除去は溜まってるんですけど、その除去がとにかくほとんど効かないやつばっかりですからね。プッシュがあるからまあ一応エンジンは除けれるんですけど、はい、何かをケアして、はい、残しているのか。あのパワーガフィのタイミングを待ってるんですかね。あるいは手札を捨てたら打とうとか、そういうことですかね。相手がエンジンで一発移動ついてやろうかってところに合わせるみたいな。ゆくよさんプッシュ、ゆくよさんですね。ゆくひろさんの手札はプッシュあるかな。ありますね。盤石プッシュ稲妻です ね。あ、すごいですね。盤石ですね。これはなんだろうな。これはすごいですね。どうやったら勝てますかね。ちょどうやったら勝てるかを。うん、まあ、プッシュを本当はその弾くためのアンコウであったりするんですけども、そうですね。そのアンコウがほぼ封じられてしまっているので、やっぱ虚空の力戦は素晴らしいですね。ああ、もうこれ苦肉のなんで横断を打ったのはなんでだ。横断を打って圧縮。あれですかね。そのタシグルを6マナでプレイするために一応打っておいて土地を持ってきたということですかね。土地も持ってきてもない。あれ持ってきてもない。あ。なるほど。なんだ。捨てたあると思ったんですかね。さあ何を引きましたか、ね、手札。ゆくひろさんは稲妻強い強い強いですよ。もう稲妻もうなんかもうここからになるとゆくひろさんの状況はもうどうやったら負けるかを考えて、うん、それを潰すみたいな。まあ要は死の影を、まあ、いかに除けるかであるとか。もう死の影しか負け筋ないんで。あ、はい、そうか。ガラクタで悪かったから切ってしゃ。なるほど。あ、そうだそうだ。お、目から素晴らしい素晴らしい素晴らしい。コメントありがとうございます。いや、その通りです。もうちょっと申し訳ありません。手札に集中してて、あれを見てなかった。なるほど。なんとすでにゆくひろさん以外のテーブル、なんと試合が全部終わっています。早い。僕あのうちにこの放送の試合が長いから、あ、すぐ終わると思ってトップ8プロフィールを紹介しようと思ったんですけども、なんと終わってます。トップ4に残られているのは、木原敦さん、小田光一さん、中尾元彦さんということで、後ほどデッキについては紹介しますので、領事地震ドルイドの無限コンボと、はい、青赤ブリーチと小田さんって人もカンパニー。なるほど。カンパニーが2人残ったの。まあ、デッキ図の上路をご紹介というか、デッキ数とちなみに今、もうすでに上がっていますか。まあ、まだですね。デッキ数についてはちょっとまだ上がってないんですけども、デッキタイプについてはこの後ご紹介しようと思います。さあ、こっちの試合はもう、盤面に目を任すと、さっきあの、王さんの方が、ヒロさんの手札を見て、はい、もう、稲妻せさせたんですよね。かなり、ああ、なるほど、なるほど。絶望的な手札を見てしまった。何か引いたかな。シャドウがちょっと目離してたんですけど、本当に勝つとしたら致命的な一押しを落とした上で死の影からのティムの激闘なんですが、そうですね、なさそう。さあこれライフはいよいよ6になってしまうと、もう強血鬼が止まらない。はい、
氷結機は止まらないですね、これはもう。あー厳しい。さあエンドと。はい、というわけでちょっと圧勝でしたね。シムールの激闘が凄まじい勢いで駆けつけてきてユクイロ選手が 2-0 で勝利いたしました。国営の力戦が、はい